はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティスト進行の長塚慎一です。僕が代表を務める N フラワーデザインインターナショナルでは、ただいま横浜山下公園内にある日本郵船氷川丸というね、歴史的建造物重要文化財に150作品のリースを飾って大リース展というのを行っております。そしてこちらのリース展、先に言っておきますけど、もちろん、コンテスト形式ではありません。制作者も全員こうコンテスト形式を意識しても作ってませんし、今後もコンテスト形式になっていく予定もありません。ただ今回ね、そのと素晴らしい作品がたくさん揃いました。なので、じゃあね、氷川丸の金谷船長だったらこのリースの中で何を選ぶんだろうという企画が持ち上がりまして、氷川丸の金谷船長に2作作品を、俺だったらこれを飾りたいっていう作品を選んでもらいました。そしてせっかく選んでもらったんで、その作品に船長賞、準船長賞という名前をつけて、得点をつけようということになりました。その得点については前回、前々回の動画ですかね、で話をしてますので、そちらをご覧ください。ではですね、ここから船長が選ぶところを撮影してきましたので、そちらをご覧ください。船長賞、準船長賞の発表です。どうぞ。大リース展ということで、たくさんリースを飾らせていただいたんですけど、まあ、その中で、まあ、船長賞っていうのを決めたいと思って、今回は特にこう皆さんすごくいいリースを作ってくれたんで、今回ねすごい得点をつけようと思ってます、ね、なるほど、はいはい、で、その賞を船長に決めていただきたい、まあ多分いっぱいあるんで、1個じゃなくて船長に2つ決めていただきたい、はい、難しいですね。でもね、私なんていうんですかね、素人ですから、はい、本当に自分ではこれはいいなっていうやつですね。で、皆さんね、本当に素晴らしいんですよね。ですから、そこからそのね、一つ二つ選ぶってのは、これは非常に私も悩ましいところで、ですから、まあ一応私なりにね、そうですね、こんなのがいいな、直感で、はい、それでもう決めましたんで、はい、わかりました、はい。じゃあよろしくお願いします。ようこそ、はい。この近くにあるんですよね。氷川船長にはもう待っていただいて、全部見て、それでもそれなりにも決めてたんですけど、はい、じゃあまず、じゃあ1個目を決めてもらいましょうか。はいはい、ちょっと人が、お客様がいらっしゃるんで、じゃあ船長もよろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあもうこの近くありますから、はい、船長賞ってのはちょっとあれなんですけど、はい、私はこれが良かったですね。なるほど、そうですね。これはまあいいかな。これは、川西さん、千葉県のインストラクターの川西さんの作品ですね。女性？女性です。ああ、はい。なんかこういろいろあるんですけどね。やっぱりこう例えばまあこう呼ばれて、それでコンコンってやってる前にパッとこれがあると、なんとなくこうあったかみがあって、あ、人をこう、そこの家にこう迎える、そんなような、意味と、あとやっぱりその、なんて言ったらいいのかな、こうあったかみがあるっていうのかな、あそんな、まさにね、船長だったらこれを飾りたい、まあそうですね、私は、私もなかなかちょっとこう
ハートっぽいな感じがしてね、はいはい、なんか あったかみがするから、そうですね、多分身もやっぱ中心で、とてもいいですよ。わかりました。じゃあ2つ目を選んでいただきます。はい、じゃあ2つ目、はい、ここはね、あの一等食堂ですから、でやっぱりあのこう気合が入ってますね、やっぱり。そうですね、こうレイアウトも非常にこう引き付ける、やっぱり成果、いい匂い、いい香りがね、すごくしますね。はい、華やかですよね、やっぱすごいですね、本当にね。皆さん、あのシャメっていうんですかね、今ね、スマホで撮ってますから。そうですね。船長第2作目ですね。はい、第2作目ですね。はい、ちょっと後ですよ。準優勝、準船長賞、はい、はい、これです。これは榊原優子さんの作品ですね。そうですね、はい、はい、彼女は名古屋っていうか、あの愛知の方。ああ、そうですか、はい、私ね、これね、非常にこのいろいろこうあの中にもいるんですけど、これだけちょっとこうパッとするようなね、なかなか、ね、あの発想がいいなっていう、最初船長と一緒にずっと歩いてたじゃないですか、その時船長いきなり言ってましたもんね、はい、これいいな、目つけたのかなと思ってたんですけど、これも僕は好きな感じですね、はい、はい、来ました。じゃあこちら榊原優子さん、準船長賞。なんかその家のね、こう雰囲気がなんかこう漂ってるっていうか、はい、そんな気がしますけど、まあ、僕もね、こう着眼点がすごくいいと思います。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、すみません、ね、船長賞と準船長賞、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ、本当にあの皆さん、この船に負けないようなですね、はい、いいリースを作っていただきました。あ、いえいえ、それがまあシチュエーションで、こういう素晴らしいシチュエーションを持ってこう貸してくださったっていうのが、やっぱり皆さんの意気込みだから。ああ、そうですか、はい、やっぱりあの皆さん、本当あの、まあ、何回か使っていただいて、ね、それなりにやっぱりこう、私はまだ素人ですけど、ああ、良くなってるっていうか、非常にいい作品になってるなっていうのが、そうですね、あの本当にあの、この上にね、私はあの、まあ、このので言ったらまあ失礼なんですけど、負けないぐらいの本当に素晴らしいものだと思います。また次回一つよろしく、こちらこそよろしくお願いします。あの、86周年が1回とりますので、よろしく。おんぶに抱っこでね。いいえ、いつもありがとうございます。じゃあ、まあ、船長賞と、はい、純正調査のところで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。船長賞が川西ゆり子さん、純船長賞が榊原優子さんでした。こちらの2名の、ね、方には特典がつきます。で、またね、ちょっと僕とかじゃ面白くないんで、違うオブザーバーがつけたなんとか賞っていうのをね、ちょっと考えてます。なのでぜひ楽しみにしていてください。ではまた次回、次回、いや、期間まででお会いしましょう。See you next time. あ、なんか、割とこう、氷川丸歩いてると、あって、フラワー TV 見てるあっていう感じの方がいらっしゃるので、まあ、お声掛けください。僕は気さくです。怖くありません。See you next time.